皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の、教室の先生お悩み解決チャンネル、なんか今日かもな、お悩み解決チャンネルのテーマは、これから10年後の教室運営に向けて今つけておく力は何が必要でしょうかというお話にお答えしていきたいと思います。長続きする教室っていうのは、そうですね、まあいろんな要素をね持ってる方とかもいらっしゃるんですけれども、例えば、まあ、それがこう生徒さんにね好かれる明るいキャラクターであったりとか、学び続ける技術において飽きさせないコースメニューを作れるとか、まあ、そういうのもねいろいろあるんですけれども、基本的にはですね、教室業も変化産業業、要は、時代のニーズを捉えながら変化をさせていかないといけないので、どんな力を、長続きする力を、どんな力をって言えば、まずは柔軟性ですかね、対応力、時代のニーズを汲み取って対応していく力ですね。だから長く続いてる先生はね、常にね講座をねリニューアルしたり変化をさせたりしてます。全く違うものをやれって言ってるんじゃなくて、ブラッシュアップブラッシュアップで新しいものを取り入れながらリニューアルをしていくっていう感じになりますね。例えば私の集客講座もですね、2年前とかまでは LINE アットとかを教えてなかったですけどね、やっぱり LINE アットとかも便利になりますからね。そうすると LINE アット組み込んでくる、 Instagram とかも集客に使えるっていう兆しがあればインスタグラムとかも教えたりとかですね、それぞれこういろいろと変化業っていうニュアンスで工夫をねどんどんしていくっていうことがあったりとかしますよね。で同時にですね、おそらくこれが私一番大事かなと思ってるんですけれども、継続力ですね。継続力これね結構大変なんですよ。ブログを10年書き続けられる人はどれぐらいいるのかっていう話ですね。多少間引かれて日数とかがねそんなに多くなかったとしても、きちんと10年ずっともしも書き続けることができたら、それはものすごい財産だし信頼とかになります。だからどちらかっていうと、そうですね、何かをすごくすればっていうわけではない部分の、地味に地道に愚直に誠実にやることをやり続けるみたいな、そんなところも身につけていく力かなと思いますね。あとは経営の能力っていうところで言うと、やはり数字とかを見ながら集客と、まあ、制約、あとは利益率とかですね、このあたりをきちんとこう把握しながらやっていくっていう、まあ、そういうやり方はどの道ね必要になるんじゃないのかなというふうにね思ってるんですよ。だから数字の力っていうのが特に女性ですね、皆さん方苦手な方が多いので、数字の力っていうのは ぜひ身につけてほしい能力の一個かなというふうに思うんですね。あと私が自分自身で、まあ、教室だけじゃないですけれども、いろんな授業を運営してきて思ってるのが、諦めない心かなっていうのも思いますね。こう決める、こうやると決めたらそれができるまでやるみたいな、へこたれないみたいな、予想通り全部いかないことだってありますよ。確率はね高くてきっとこうかなって思うのはあるんですけど、なかなかね予想通りにいかないこともあります。だからその時には諦めずにさらに頑張っていけるか、折れないマインドですね、これが必要になってくるかなっていうふうに思うので、それができるかできないかっていうのも大きな、継続力になるかなっていうふうに思うんですね。だから身につけていく力の段階っていうのは、まあ、いろいろあるし、どうやって身につけていくかっていうのは人によって違うんですけれども、長期にわたってやっぱり身につけてほしい力としては諦めない心、だから継続力ですね。こっちの方が、まあ、何でもいいんですよ。何かきちんとやるって決めたことはきちんとやるっていう、まあ、すごく当たり前のことなんですけど、それができる能力があるといいかなというふうに思っています。
なので10年続く教室経営っていうことで一つ力をって言われたら諦めない心、それを持つことっていうふうに私は言いたいなって思いますので、ぜひご参考に。それでは。